さあ最終回、 ZOZO マリンスタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。マリーンズの守護神小林、声援を背負っての登板となります。初球は何で来るか。打ちました。中村、アウト、ワンアウト。打席には2番バッター栗原。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神小林、ホークス打線の前に立ちはだかります。小宮山さん、どうでしょうピッチャーの状態は。今日のピッチング期待できそうですよね。なるほど。さあしっかり打ちました。サードが前に来る。レアル、アウト、ツーアウト。打席には3番バッター柳田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。さあこの終盤で一塁にランナーを背負います。バッターはバレンティン、そして一塁ランナーは柳田。まあ盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。打ちました。取った。一塁送球、これでスリーアウト。試合終了になりました。スワローズマリーンズが見事勝利を収めました。小宮山さん、各ピッチャー素晴らしい出来だったんじゃないでしょうか。そうですね、もう本当に見てて安心できるようなそういう内容だったと思います。そのあたり監督の采配もズバリハマりました。勝ったマリーンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。